田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそうだ。それは違う。俺は崖から行くぞ。お侍、そちらは酒井家の太刀では。さあこちらへ。氏経公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ち常放つただ一矢、真の像を抜きたり悪鬼地に落ち、末路の息を打ち常孔に吐きかける。ほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち常子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。
になる。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。こっちだ、タレ。まだ諦めんぞ。かかってこい。うんとんとしえおへ。せめにうつをせめるこい。逃がしてやる。あなたのおかげで生き延びることができました。これから小町に戻ります。安全な地へ逃げろ。安全な地？アザモと筒を隔てる川沿いの野営にいたんだがね、猛虎に周りの木を切られてしまったよ。兵器でも作るんだろうな。その地に赴き企みを止めねばならんな。行くぞ。
あの小島、花に覆われておる。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。はないと思え。弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。稽古台を使ってる人を見たことある。私の弟。
そこだ。内常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。猛虎を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。走れ、投げ。
이어 파신다. 아이유 휴가. 足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。殺せ。政子殿はどこだ。答えぬか。何者かが押し入ったか。ここで何が。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。猛虎ではないが野盗でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。争いの後、馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。かけろ、かけ。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。無名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。
親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない、刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩義の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。宗玄という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。あいつらとの思い出大事にしなきゃ。誰にも言ったことないが、昔死にかけたことがあってな。あ、そう。何があった。宗玄か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んで
この寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。そうだな。甲冑師を探すか。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕から陰湿の新しいお話を聞かせてください。さっきの話は嘘だ。あんなの見たことなかったな。お侍だったって本当か。間違いない。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。あなた様のお役に立ててよかった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。どうか、不服なんです。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。
近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。太刀を抜け。お前を殺せば名を残せるかもな。我が一族の仇。逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を。しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、影。
寝てるような気がするんだ。まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。
しろ。Ooh!